神武氏の遺跡のある谷の頂部から西を望む谷は狭いが遠くに生駒山が見える景勝の地震有事石上オステラートの一心有事跡は京都府木津川市にある奈良時代の山林寺院跡当時の都である平城系の北側に広がる奈良山丘陵の一角で一時的に都であった国宮の右京に位置するただし神武氏の名は 当時の文献には一切記載がなく、謎の寺である。現地の地名からは,は南遺跡とも呼ばれる。国の史跡に指定されている。上武氏遺跡は、平城系と国宮の代理のほぼ中間、奈良山丘陵の北端に位置し、大和から山城に向かう通路に接している。遺跡群は西に開けた谷筋に集中しており、その部分の植生は切り払われている。 北側の樹木が茂っている丘陵の中原に等があった。南側の丘は現在住宅地になっている。遺跡の時期は730年代後半から760年頃の第1期と760年頃から780年代の第2期に分けられる。神武氏寺は同時期に平城京などで建立された寺院と比べて建造物は 非常に小型で簡素な構造であったが、万葉集の一種が書かれた木管をはじめ、多種多ような調度品や放映に関する器物が大量に出土している。なお一行に付した記号は発掘調査時の識別番号である。谷筋の中央を幅4から5メートルの川の跡が、北から南に流れさらに大きく、西側に曲がっていた。この川の下流部には包みが設けられ水位が調整されていた。 川の北側の天神山の山裾に仏像とされる祖先建物跡がある。仏像は内部に趣味岩を有している。仏像の建物の復元岩は2種あって、A 案は幅4.8メートル奥行き4.5メートル、B 案では幅7.2メートル奥行き4.5メートルであり、共にかなり小さい。仏像の出土品から複数の天部の像が安置されていたことが、 判明している。仏道と川の間に、雷道跡とされる幅8.1メートル奥行き4.2メートルの掘った手柱建物跡があり、川の東に掘った手柱建物跡と井戸の跡が見つかっている。これらの遺構からは、河原が出土しているがその量は多くないため、屋根の一部に使われたものと推定されている。なお川の水源は、背後の天神山の湧水が使われた。 川跡から短期間豆明のように供された後、直ちに廃棄された大量の豆明皿が出土した。出土状況から、川岸から川に向けて多数の皿を廃棄したと考えられ、上流部で150枚、中下流部の5箇所で1000枚の豆明皿が一度に廃棄されており、年頭供養を行ったと考えられている。北から南へ流れていた川の部分を東側に、 掘り直し流路を狭めた。川の東にあった掘立柱建物は取り壊され、その跡地に別の掘立柱建物が建てられた。また、天神山の中原に1.8メートル四方の大きさの塔が混流された。その後8世紀末から9世紀初頭にかけて仏道は火災で消失し、川も大半が埋没した。残った塔も10世紀前半には消失した。 神武氏という名前から、神仏集合の三輪寺院であったとみなされている。出土した瓦が、平城系の長屋王帝などで使われていたものと同じであったこと、歌木館や、当時基調であった着色された陶器が出土するところから、神武氏を混流経営したのは、天皇周辺の皇位の人物と判断でき、光明皇后や、 当時近くの井出に邸宅を構えていた立花諸景の名が上がっている。平城系の北を守る境界の神聖な山として、そこから湧き出る清水に由来する特別な信仰があったと考えられ、長岡京や平安京に遷とすると、神武氏寺の機能は不要となった。大量の灯明皿や牧書土器の存在から大規模な念頭供養が行われたことが判明している。また、 歌木館や多数の仏具から大規模な放映、祭礼、破会なども行われたことも考えられる。なお、第1期と第2期の出土品の違いから、発掘当初の2010年頃は、第1期は寺院ではなく、皇族や貴族の別邸のようなもので、第2期に寺となったという意見もあったが、2014年の 発掘調査報告書では建造当初から一貫して寺院であったとされている。万葉集巻八に738年10月、右大臣立花京の旧宅で、大友やかもちらが演員を行い秋の紅葉を読み込んだ歌を作ったとあるが、神武史辞席からは紅葉と僕書された時が複数発見されており、同地が立花処刑の邸宅の一つであった可能性が、 指摘されている。また、上記の歌木館、足端のの大葉、もう未知の裏面に、腰中守ると、牧書されており、万葉集の編纂を行った、大友やかもちが一時、腰中守るであったことから、寺と万葉集編纂の関連性が指摘されている。神武史遺跡の北にある、天神山を、西側から見る。右に見える鉄塔の向こう側が、遺跡当初は、 関西文化学術研究都市構想に基づく都市計画である、相良都市計画事業、木図中央特定土地区画整理事業による独立行政法人都市再生機構の開発に、際して財団法人京都不埋蔵文化財調査研究センターが調査を行った。しかし、初期の調査で遺跡の範囲が開発予定区域である、 木津中央地区を越えて広がっていると判定されたため、木津川市教育委員会が国家補助を受けて遺跡の調査を継続した。財団法人京都不埋蔵文化財調査研究センターが2007年度に実施した。火を灯した多数の灯明皿を水流に浮かべて供養する宗教行事である念頭供養を行った水流師と灯明皿、神武氏児童が牧書された動機。 万葉集に記載のある歌が記載された木簡などが見つかった。上武史遺跡の谷の下流にある文巡る池を西から見る背後の丘が天神山で右斜面と民家の間の谷が上雄寺遺跡地川市教育委員会が2008年度から2011年度にかけて発掘範囲を広げて実施した。水流の周囲に複数の建物、北の丘の中原に 等の跡などが見つかった。これらの調査の結果から、木津中央特定土地区画整理事業が見直され、計画の一部が変更された。2012年には、木津川市から文化庁に対し史跡指定の愚診を行い、2015年3月10日に、国から新有自席として史跡指定を受けた。所在地交通アクセス周辺人有事に関するカテゴリー、ありがとうございます。